井ノ口邦子君。はい、恐れ入ります。私は自由民主党井ノ口邦子です。外務大臣はこの連休を活用して重要な海外出張、トルコと UAE アラブ首長国連邦にされました。トルコはウクライナへのロシアの軍事侵略に対して最初の両外相を自国内に呼んでの仲介会合を3月10日ここで開催しており、外国的解決への重要な役割を果たしていくと思いますが、大臣のお考えを伺いますとともに、日本からも広い意味での協力や支援も含め考えなければならないかと思いますので、お考えを伺います。また UAE は日本のエネルギー安全保障の観点から大切でありますけれども、実は私は少し別の観点ですが、自民党一億総活躍推進本部長として選択的週休3日制を推進しています。報道で知りましたが、 UAE は世界に先んじて週休 2.5 日制を電撃的に最近導入したとのこと。今後日本と UAE の二国間関係において、エネルギー問題を超えた社会発展や SDGs の協力関係、こういうことを築く可能性もあるのかお伺いします。林外務大臣。3月の18日から21日の日程で、ウクライナ、ロシア双方との緊密な関係に基づき、仲介努力を行っているトルコ、そしてこの今月の安保理議長国であり、かつ OPEC プラスの主要メンバーとして重要な役割を担う UAE、それぞれと、目下のウクライナ情勢とそれに伴う原油価格高騰の問題につき、連携を確認でき、非常に有意義であったと考えております。まずトルコでございますが、チャブシュオール大臣からですね、トルコの外交努力についてかなり突っ込んだ詳細な説明をいただいた上でですね、ロシアによる侵略がウクライナの主権および領土の一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法の重大な違反であると、この認識で一致をいたしまして、緊密な連携を確認をすることができたところでございます。また、UAE でございますが、この今、井ノ口委員、自民党一億総活躍推進本部長ということで、私も参議院時代はお世話になりましたけれどもですね、この週休3日、週休 2.5 日制というのは、ちょっと事前にこの私も承知をしておりませんでしたので、そのこと自体には話題を及びませんでしたけれども、まずはロシアによるウクライナ侵略に対する日本の確固たる立場をお伝えし、国際条理での協力、これを確認することができたところでございます。それに加えて、今般の原油価格高騰を踏まえた国際原油市場の安定化、これを働きかけをいたしまして、この UAE 側からは、日本を強く支えていきたいとの心強い考えが示されたところでございます。また、この UAE との間で、2018年の4月に、この両国で発表されました、包括的戦略的パートナーシップイニシアティブ、これの下でですね、まさに今、委員からご指摘がありましたように、伝統的なエネルギー分野における協力に加えて、この再生可能エネルギー、それから水素、アンモニアをはじめとする脱炭素燃料、さらには科学技術、教育、インフラ、宇宙等のですね、幅広い分野での協力を進めて、この次の50年に向けて、両国間の協力を一層強化していくということを確認をしたところでございます。委員長、井ノ口邦子君。大臣、ありがとうございます。今後でもこの終点、週休 2.5 日制、こういう努力によって、むしろ競争力が高まると UAE では言ってますので、フォローアップをしていただければありがたいと思います。で、それではですね、開発援助につきまして、大臣所信を伺いましたので、お伺いするんですけれども、まず、ロシアのウクライナ侵略、これは厳しく非難すると明言されまして、経済制裁、これは非軍事的対応のメソッドでありまして、これの中枢を日本は担ってきて、でさらに1億ドル規模の借款と1億ドルの緊急人道支援、
まあ、電光石火の対応であったかなと思うんですね。岸田政権は聞く力、そして大臣としてはその成果を具体的な政策執行能力にバッと生かしていくということでありがたいと思っております。UNHCR 審議連盟の事務局も務めていますけれども、このように、戦争の人道災害の面に、焦点を当てた、まあ、これは大変重要で、しかも早くこれを成し得た我が国の対応に、感謝したいと思いますが、今までは、まあ、トゥーリトル、トゥーレイトとよく言われるわけですけれども、今後はですね、ぜひ、地理的にはウクライナ遠くてもですね、支援の距離は近いんだという感じで、トゥーリトル、トゥーレイトじゃなくて、ジャパンススピーディーアウトリーチ、こういう形でですね、バッと対応するという流れを作っていただきたいと思うんです。で、そこで私は一つお伺いしたいのはですね、クラスター爆弾禁止条約というのがあります。で、ロシアがクラスター爆弾を先日使ったとある駐日大使から伺いました。これは特定通常兵器の一種で、完全禁止の国際法が存在します。で、もしそのような事実があるとすればですね、停戦交渉の結果、ウクライナに平和が戻ったとしても、農村農業の復活、その大前提が崩れて、特に一つの爆弾からもうたくさんの小さな爆弾が飛び散りまして、でこれは爆発性戦争残存物と呼ばれる、国際法の分野で、エクスプロシブレムネンツを ERW と呼ばれるもので、この除去をウクライナ政府が行わなければならなくなります。安全な大地回復のために、例えば対人地雷などについて、かつて我が国は金属探知機搭載したロボットでですね、地雷原を爆破して、安全な大地を回復するのに手伝ったこともありますけれども、このような支援、ODA の枠で可能でしょうかということもお伺いしたいし、まさにジャパンスピーディーアウトリーチのために、戦争までやってますけれども、戦後ぜひ考えていただいて、停戦合意の翌日には、まあ、岸田総理からそのような努力をみんなでやっていこうと発表してもらって、日本に続けと世界を諭していく、こういう展開を外務大臣として準備していただきたいと思います。まあ、G7 議長国、来年日本が務めますので、そのような観点からも戦後復興の支援、特に ERW の除去などを含めてちょっと考えていただけないかとお願いしたいんですが、いかがでしょうか。林外務大臣。ロシア軍は、ウクライナ各地で大変激しい攻撃を続けておりまして、外交、病院、住宅等も攻撃しですね、多数の民間人に死傷者が発生しております。また民間人や民間施設への攻撃、これはもう社会に説法ですが、国際法違反であり、断じて正当化できないものであり、強く非難をするところでございます。また今お話のありましたこのロシア軍のクラスター弾の使用でございますが、国際人権団体でありますヒューマン・ライツ・ウォッチ、これがロシア軍が繰り返しクラスター弾を使用した攻撃を行っている旨、発表していると承知をしておりまして、強い懸念を持って状況を注視しております。そして今お話になりましたあるべきウクライナの復興支援というですね、将来の問題に現時点で具体的にお答えするということは大変難しいわけですが、まず復興のこの大前提として、このロシアにまずはこの侵略を止めさせなければならないと考えております。我が国としては、ロシアが国際社会の声に耳を傾けるよう、引き続き G7 をはじめとする国際社会と連携して、適切に対応してまいりたいと考えております。我が国はウクライナの国民と共にありですね、ウクライナ及び周辺国に寄り添った支援を引き続き実施していく考えでございます。ウクライナの復興支援段階を含めて、それぞれの局面で我が国の得意分野を生かしながらですね、我が国ができることについて不断の検討を続けてまいりたいと考えております。井上邦子君。外務大臣、ありがとうございます。戦時中からやはり戦後、これを展望する外務大臣、きっとそれをやってくださると思いますので、今私が申し述べた懸念も含めて、積極的に何が日本のまさにおっしゃった得意分野、実績分野としてできるのか、これを考えていただきたいと思います。で、国連改革についてもお伺いしたいんですけれども、先にですね、沖縄復興についてご質問申し上げたいと思います。西銘大臣、ありがたくこの分野、準備されています。
沖縄復帰50年のこの節目を迎える中で、西銘大臣は重要な国家の節目の政策と方針準備され、とりわけ丁寧な意見集約の過程を経ましてですね、沖縄振興特別措置法等の一部改正法案、これをまとめてくれました。大臣は所信で、このような振興策が県内総生産や就業者数全国を上回る伸びを示すなど成果は上げてきたと評価しつつも、他方で全国最下位1人当たり県民所得の問題、子どもの貧困問題などを指摘しました。私はこの質問の機会を活用して大臣にご指摘のこの問題の解決策を一つ提案したいと思いますので、大臣のご意見も伺います。私は沖縄の子どもの英語教育を重点してはどうかと提案したいんですね。沖縄にはアジア太平洋との距離的近さがありますし、広く世界から留学生や研究者も滞在している、グローバル化の時代、英語はかつてのヨーロッパ世界のラテン語のような、リンガフランカといいますか、共通学術用語になっているので、英語に卓越するということは学問のみならず、ビジネスでも成功する確率を高めます。子どもの障害所得の向上に役立ちます。これからの時代、どの分野に進もうと、その道を極めれば、必ず国際的な接点があるので、英語に卓越するということは、沖縄の子どもたちの将来の競争力を強化することにつながると思います。この本土復帰50年の節目、あの激戦の中、生き延びた方々の孫やひ孫たち、この方たち、亡くなった方の分も含めですね、リスペクトされる力強い人生、長生きしてもらいたいと私の願いです。で、そのためにも沖縄の子が日本一の分野を作ってあげたい、振興策、そのようなことも含めて展開していただきたいと思います。英語の学力日本一の沖縄の子どもたちと、こんな感じです。で、例えばですね、オイストっていうのがあります。沖縄科学技術大学大学院大学、ここにはたくさんの研究者や学生が来ていますので、地域の保育園から高校まで毎週教えに出向くボランティアなどやってくれたらいいと思うんですね。科学者にとっても非常にプラスです。科学は人間の幸福につながることを考える基礎であると彼らも考えるでしょう。このような私の意見ですけれども、大臣お願いします。西銘内閣府特命担当大臣。猪口委員ご指摘のように、沖縄のさらなる発展の鍵となるのは、それを支える人材であり、社会情勢が変化していく中でも、さまざまな分野においてその変化に対応し、沖縄振興に資する多様な人材の育成が極めて重要と考えております。このため、今般の沖縄振興特別措置法改正案では、多様な人材を育成するための教育の充実について、第76条第2項に明記したところであります。その上で、委員ご指摘の英語教育について申し上げますと、アジア太平洋地域の玄関口に位置し、諸外国地域との交流の中で発展してきた沖縄の経済、文化の今後の発展を考えたとき、英語教育の推進は意義のあることと考えております。例えば沖縄県においては、これまでソフト一括交付金等を活用し、国際性に富む人材育成に向け、高校生の長期海外留学などの取り組みを行っているところであります。また、猪口委員ご指摘のオイストについて申し上げますと、地域連携活動として、小中高生向けのオイスト見学会等を行い、子どもたちの英語学習意欲向上にも貢献しており、今後も連携していきたいと考えております。今後の沖縄の発展を担う人材の育成は極めて重要であり、内閣府としましても、県や市町村等の地元関係者とも必要な連携を図りつつ、その取り組みをしっかりと支援してまいりたいと考えております。猪口邦子君。西銘大臣、前向きなご答弁ありがとうございます。では最後に林外務大臣に、私は国連改革について伺いたい、また意見を述べたいと思います。安保理改革必要であり、私は日本こそ常任理事国になるべきと考えます。日本は G7 で2番目の経済の規模です。
今回の軍事侵略に対して、G7 主導経済制裁という非軍事的手段、これによって交渉、停戦交渉のテーブルに侵略国をつかせるという、こういう展開、民主的でかつ大きな経済体は、平和を実現する能力を持っているということなので、これを考えればですね、今まで安保理改革、いくつかありましたけれども、いずれもちょっとうまくいってなかったんじゃないか。その理由は平和との直接の関連性をきちっと議論してこなかったと、まあ、経済制裁はもともと国際法が予定しているその対応オプションでありますから、その中核を担って、しかも経済の力で平和を作れるという、こういう明快な歴史を今、作りつつあるわけで、そして大臣おっしゃったとおり、ここを最後きちっとやってもらわなきゃなりませんが、ウクライナに平和が戻った後には、ODA、外交のツールということであれば、日本の国連安保理常任理事国入り、これを目指す ODA を戦略的活用、こういうことを考えていただけないでしょうか。林外務大臣。今、お話がありましたように、ODA、これは我が国の重要な外交ツールでありまして、国際社会の平和と繁栄に貢献し、ひいては我が国の平和と安定の実現といった国益を確保するために、ODA を積極的かつ戦略的に活用していくことが不可欠であるというふうに考えております。安保理改革における我が国の常任理事国入りへの各国からの支持もですね、我が国の長年にわたる ODA の実施が築いてきた国際社会の信頼、これによるところが大きいと考えておるわけでございますので、今後とも今お話がありましたように、ODA も有効に活用しながら、日本の常任理事国入りを含む安保理改革の実現に全力を挙げていきたいと考えております。安田次郎君。